こんにちは。皆さんは10分どん兵衛をご存知でしょうか。東京ポッド許可局というラジオ番組で町田スポーツ紙が提唱し話題を呼んでいるので、そんなの知らないよという人はおそらく情報弱者です。静寂のために説明すると、10分どん兵衛とは通常5分の待ち時間を10分に延長したどん兵衛のカップうどんのことです。待ち時間を10分にすることで麺の食感がツルツルのやわやわになります。さて現在、東京ポッド許可局ではどん兵衛会議というコーナーが設けられていて、先日の放送では番組に寄せられたスケベーなカスタムどん兵衛を紹介していました。私はその放送を聞いて、山形ならではの要素を取り入れた10分どん兵衛を作ろうと決めたのです。山形でうどん絡みのネタといえば、いっぱいうどんしかありません。一体どんなものができるのか、もう大方の予想はついてしまったことと思いますが、もはや最後まで見る価値はないと言わずに、最後までご覧いただいて、自分の予想がどれくらい合っているのか答え合わせをしてみてはいかがでしょうか。お湯を入れて10分待っている間につけつゆを作ります。用意するものは卵、納豆、サバ缶です。とりあえず卵に粉末つゆを溶かします。粉末つゆは半分だけ使います。なかなか溶けないので根気よくかき混ぜましょう。面倒な方は液体タイプの購入をおすすめします。あとは納豆とサバ缶を適量投入して完成です。サバ缶は細かくほぐしておきましょう。さて10分経過しました。いい感じにうどんが出来上がっています。早速食べてみましょう。引っ張りうどんとはこのように釜揚げうどんのようにして食べるのが普通です。麺をつゆによく絡めるのがポイントです。しかし私は普段雪にしたうどんにつゆをぶっかける方式を採用しています。山形県民に言わせれば邪道ということになりますが、これもそうしちゃいましょう。はい、上手に湯切りができました。これにつけつゆをぶっかけます。見た目がまずそうなのは勘弁してください。それでは改めて食べてみましょう。うん、うまい。うまいとしか言いようがない。しかしどん兵衛の感じがほぼ消えている。町田スポーツ紙を納得させられる味ではない。残念だ。しかしうまい。止まらない。大変おいしゅうございました。ごちそうさまでした。そういえば次回のどん兵衛会議に向けて、どん兵衛の残り汁を利用したレシピを募集していた。私もここでエントリーしておこう。先ほど捨てたお湯に粉末つゆを溶かします。粉末つゆが残り半分なので、お湯も半分にすればどん兵衛の残り汁と同じものができるはずです。そして余ったサバ缶を器に盛って、どん兵衛の残り汁を入れてレンジで温めます。仕上げに白髪ネギと七味をかければ完成です。白髪ネギが麻雀の展望みたいになっていますが、気にしないでください。で
では食べてみましょう。これは出汁が効いていてうまい。皆様も気が向いたらお試しになってはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また今度動画を作ったらよろしくお願いします。さようなら。